はいどうも佐藤チューンチャンネルでございますえっ、ー、とね、今日はね、動画でね、えー、午前中ぐらいのうちにね、2つのスマホを取り上げてみたんですけども、1つはね、こちら、Windows フォン、Windows Mobile かな、刀01ですね。あともう1つは、こちら、えー、l i n ク s SH10B と、ね、紹介したんですけどもね。えー、まあね、 前回の動画では、まあ、ワンセグン専,、えー、と専用機としてね、まあすごく秀逸だと、えっ、ー、とね、紹介したんですけども、ちょっと今日ね、改めてね、まああの撮影のためにね、いろんな機能をね、使ってみたんですけれども、意外とね、機能的にはね、面白いのはあるんですよ。えー、ざっくり言っちゃうとね、ちょっとネックがまず致命的な問題があるんですよ。それは何かって言ったら、もうすでに Google Play がないんですよ。Google Play がなくって、あの、マーケットっていうアプリね、こうやって開くんだけど、これ出るかなこれ使えないんですよ、もう。これなんかもう期間が終わってるのか何のか知らないんですけどね。これ読み込み中で出るんですけれども、今日のフリーテルの回,回線、夕方6時、ちょっと思いたいかな。まあ、まずこれ全然出ないんですよね。使えない。だからアプリがもうダウンロードできないんですよ。 っていう問題があるんですが、あの、標準で入っているアプリね、いろいろね、面白いのがあるなと思って。えっ、ー、と、まず一つはね、まあ、メディアプレイヤー。まあ、これはね、あの、スマートフォンとしては結構当たり前かもしれないんですけどもね、音楽とかね、結構使いやすいですね。えー、まあ、普通のミュージックプレイヤーみたいにね、まあ、これ、画面も大きいんでね、 結構この辺りが使いやすいというところ。それからね、ワード、えっと、オフィスみたいなね、アプリも入ってるんですよ。標準で。え、多分これが、えっと、ワードでしょこれ、エクセルみたいなやつ。これなんだろうパワーポイント的なやつそんなのがね、入ってるわけですね。あと何だったっけもう一個ね。うん。まあ、これをね、実際ね、仕事として使うのは難しいんですけども、まあ、おもちゃ感覚でね、 使う分ぐらいだったらいいのかもしれないですね。何しろね、この機種、中古でね、いくらだろう ?2、3000円とかで買えるのかなまあ、おもちゃですよね。うん。そう、その他で行くとね、他にもいろいろありますよ。これ、これ何だろうえっと、んウキウキビュー。ウキウキビューっていうのが衝撃でね、これ、 何かっていうとね、ウキウキ竜っていうのは、これゲームなんだけども、あのー、カメラを使って撮影しながらね、あのー、使うんですけれども、はい。まあ、動作も結構軽いでしょ。ほら、こうやってね、まあ、こう映しながらね、こうやって、あ,あ、は、ま、い、あ、<laughs> こうやってカメラでね、 こうやって映しながら、はい、こうやって映しながらね、行くんだけども、これ外で遊ぶものなんですよ。ここにね、電磁コンパスとかね、動いてるんですけどね、外に出て遊ぶもので、で、地図が出てきてね、で、そのね、カメラで見ながら、その、外にいる世界の浮き浮き玉を捕まえるゲーム。この AR カメラを使ってね、外に出て遊ぶんですよ。これね、 いわゆるポケモン GO の走りなんですよ、これ。<laughs> こんなゲームがこの中に入っていたとはと思ってね。これ結構、ちょっとわ、衝撃でしたね。衝撃っていうのは、笑う劇とか言って衝撃ですかね。この他は、まあ、あと Gmail とかね、普通に使いますね。カメラアプリもインカメラ、アウトカメラがありまして、まあこれもね、自分で撮ったり自撮りしたりとか。 いうことにもね、まあ普通に使えます。これは一般的なスマホなんかと同じですね。ただちょっとね、YouTube にね、投稿できなかったりとか、あと m i x i とか Twitter のアプリもあるんだけども、機能してないんですよ。この辺が残念。あと面白いのはね、これちょっとやってみたんですけど、テキストリーダー。こんなのって当たり前なんですかね。僕ちょっと初めてなんですけど、あの、 こういうね、えー、っとね、印刷物をカメラで写すと、自動的に読み込んでくれるんですよ。文字にテキストデータにしてくれるとで。さらにね、手書きの文字入力もできるかなと思ったら、なんと手書きの文字もね、読み込みました。<laughs> ただ表示される字がね、なんか宇宙語みたいな感じで全然読めなかったんですけれども、ひょっとしたらきれいに書けばね、読めるかもしれないですね。 まあ、そんな感じでね。なんかちょっとこう、期待していなかった分、意外になんかいろんなものがね、使えてね、ちょっと面白かったかなと思って。あと、ボイスレコーダーでね、あの、メモ代わりに声を記録したり、あと、驚きなのが、マップ、Google マップね、これちょっとタップしちゃうとね、自分違うもバッと出てくるんですけども、えっ、ー、と、もう、電磁コンパスの機能がね、 もう、ネクサスセブン並みですよ。本当方向をこうやって変えたら、もうちゃんとそれに合わせて追従するような感じでね、ちゃんと動いてるんですよ。この辺はちょっとびっくりですね。で、あとは、このキーボードなんですけども、えー、っと、見た目に関しすごくね、ちっちゃく感じるんだけどね、このちっちゃさからはね、想像できないぐらい、 意外と打ちやすいんですよ。これちょっとメモ帳アプリ。まあ、メモ帳アプリもね、ちょっとこう、これもなかなか便利な機能なんですよね。こうやってね、文字をこう適当に、適当に、ほらもう変換も早い。打ち込んでみたと。こんな感じでね、スラスラと変換も結構正確ですね。 なんか変な文字が出るとかっていうのも少ないですねまあほんとこんな感じでねいろんな機能がたくさん入ってるですね思った以上になんか遊べるかなという感じがしますあとはまあ辞書なんかもついてるんですね えっと、いくつかちょっと使ってみたんですけども、どこ行っちゃったかな辞書はどこ行ったこっちかなあれどこ行っちゃったかな書籍ビューワーでしょボイスレコーダー、マップ、音声検索。YouTube のアプリはあるけどね、動かないっていう。ナビもあるんでね。 これナビ機能も、まあ、コンパスがね、しっかりしてるからね、これも使えますよね。シムカードを挿せばね、あの、まあの、ナビ、あの、マップは動くので、あった。あと辞書ね、辞書。えっと、このようにね、あの、英語の辞書とか国語辞書とかね、入ってますね。 でひらがなを入れるだけで、まあ、その意味が何,の何なのかっていうのをバ,ババッとこう検索してくれるっていう。まあなんかちょっと文字がわかんないときなんかね、調べられるというところ。うんなのでね、ちょっとこれ結構面白い。バカにしてた分、なんかいろいろできてね、面白いなと思って。あとまあブラウザー立ち上げるとまあネットぐらいはね、 これはまだ今でもできますのでね。YouTube 以外はだいたい見れたかな、うん、という感じですね。そんなわけでね、l ン n x SH10B をね、改めて紹介してみました。まあ、今はね、Yahoo とかね、そういうところで行けば、まだ手に入りますから。まあ、ちょっと興味のある人はね、これ一度、 検討ししててみてはいかがでしょうか。がでょうあと最後になんですがねちょっとこれ映ってますけどね少しこれこれはね100円ショップで買ってきたんですけれどもご飯1合炊きっていう商品あのね電子レンジでね調理するための炊飯調理器具なんですよこれでねご飯が炊けんですよこうやってこれねこの動画をねあのー 5回に分けて撮ったんですよ。えっ、ー、とね、まあちょっとあの、撮影している動画がね、まあ、たくさんあってね、すぐ公開できないんですが、えっ、ー、とね、今年後半にまあ3回ぐらいかなで、来年早々に2回、まあ、合計5回に分けてね、えー、これを使ったね、レビューをね、やりますので、えー、皆さん楽しみにお待ちください。これは、ちょっとガジェット好きの方を見ても、なんか、ほーって思えるかもしんない。 これはめちゃくちゃおすすめです。動画の方も楽しみにお待ちください。それでは今日はこんなところです。またお会いしましょう。